サッカー戦争、サッカー戦争、サッカー戦争は、1969年7月14日から7月19日にかけてエルサルバドルとホンジュラスとの間で行われた戦争である。両国間の国境戦問題、ホンジュラス領内に在住するエルサルバドル移民問題、貿易摩擦などといった様々な問題が引き金となり、戦争に発展した。 この戦争の根本的な原因は、両国の経済成長モデルと農地問題に起因した国内矛盾にあり、加藤支配層が国際紛争を引き起こすことで、政情不安の高まりを一時的に回避しようとする狙いがあったと考えられている。一般的には、同年6月に行われた 1970FIFA ワールドカップ予選における両国の対戦と関連づけた、 サッカー戦争の名称で知られているが、この戦争の性質を端的に捉えたものではない。100時間戦争、エルサルバドル・ホンジュラス戦争、1969年戦争とも呼ばれる。エルサルバドルは中米で最も国土面積が小さく、人口密度が最も高い国である。人口の約9割は、 メスティーソと呼ばれるスペイン系などの白人とインディオの根欠であり、残りは純粋な白人とインディオで構成されていた。山岳地帯が連なる狭い国土に居住しており、中米地域の中で特に工業が発展していること、また勤勉な国民性を持つ点などから中米の日本も評された。その一方で19世紀後半頃から国内経済を コーヒーの生産と輸出に依存していたが、これは政府が自給自足農業を行う先住民の土地所有を法律により禁止し、コーヒー生産者には税制上の優遇措置を付与するなどして国を挙げてコーヒー生産を奨励したことの影響によるものだった。国土の多くは14家族、カトルセファミリアと呼ばれる一部の人富裕層の所有する農場で占められ、 土地や財産を独占していたのに対し、多くの国民は低所得に抑えられ生活に困窮していた。土地を所有していないエルサルバドルの一部の国民は、約6倍の国土を持ち人口比も、エルサルバドルの2分の1、250万人に満たない、隣国のホンジュラスへと移住し、生活基盤を置いたが、こうした移民は1960年代当時、 合法によるものと非合法によるものを含めて30万人から50万人に上った。ホンジュラスでは古くからエルサルバドルからの移民を受け入れ、1900年代には政府が辺境地を開拓する意思を持つ移民に対し無償で土地を提供し、1932年にエルサルバドルで強行が発生した際は数千人がホンジュラスへと移民し、農園や鉱山で働いた。 一方、ホンジュラスの国内情勢の変化や、地元民と移民との間での土地と仕事をめぐる争い事が表面化すると、ホンジュラス政府も次第に態度を硬下させるようになった。移民問題に対処するべく、両国政府は1962年と1965年に条約を締結し、調整を図ってきたが、ホンジュラス国内の人口増加。 バナナ農園の近代化に伴う労働需要の激減、牧畜や綿花農園の拡大による農地不足が問題となり、野党や富裕層から農地改革への圧力が高まっていた。ホンジュラス政府は1969年1月に条約の更新を拒否し、大統領は1962年に制定された農地改革法の実施に踏み切ることになった。この改革法は土地の所有者を ホンジュラス国内で出生したものに限定したもので、それに該当しないエルサルバドル移民に対し30日以内の国外退去を求める内容となった。ホンジュラス政府による発表は1969年4月に行われ、同年5月下旬までにエルサルバドル移民の帰還がしまった。国の産業をコーヒーやバナナなどの農業生産と輸出に特化し、先進国からは 近代化の遅れた国々とみなされていたエルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、グアテマラ、コスタリカの5カ国は中米地域の経済統合を目指して1961年に中米共同市場を発足させた。中米共同市場の発足とアメリカ合衆国の圧力による外資系企業の参入時家により1960年代に5カ国での工業化が進展した。 工業立地に関して当初は各国間で公平に分配する取り決めとなっていたが加盟国間の対立と外資系企業の圧力もあって緩和され工業化の進んでいたエルサルバドル、グアテマラ、コスタリカの3カ国に工業立地は集中するようになった。その中で1950年代から工業化が進んだエルサルバドルは 国民の多くが貧困層であり、国内市場が狭いという事情が存在したものの、一部の富裕層向けの生産と、総務貿易協定に基づいた中米諸国の輸出向け生産により発展を遂げていた。同国は、中米共同市場の発足の際には、主導的役割を果たし、加盟国内で最も多くの恩恵を受けていたが、一方で、 ホンジュラスでは工業化に立ち遅れ、エルサルバドル製品により、市場が圧迫を受けるなどの不均衡が生じたことから、ホンジュラス側は不満を抱くようになった。両国の国境線は、植民地時代以来、河川を起点とすることが多かったが、雨季と寒季で地形が大きく変動することから、国境線が未確定の部分が存在した。そのため、エルサルバドルのチャラテナンゴやモラさ北部では、 両国がたびたび衝突を繰り返しており、1961年、アルベルト・チャベスに引き入られた部隊が、ホンジュラス領内のトラパスに侵入て、現地の市民警備隊と交戦し、指揮官のチャベスが死亡した。6年後の1967年5月29日、エルサルバドル領内のモンテカオパトロール中の国境警備隊が、ホンジュラス軍部隊の待ち伏せを受けて、戦闘となった。 この戦闘により、エルサルバドル側は3人が死亡、2人が捕虜となり、ホンジュラス側も2人が死亡したが、その後しばらくは国境を挟んで両国の緊張が高まった。ホンジュラスのアレジャーの大統領により実施された農業改革法は、主に国境を未確定地帯に居住しているエルサルバドル人を退去させ、ホンジュラス人を入植させることを起とするものだったが、 この政策により土地を失い、エルサルバドルへと帰国した移民の数は戦争開始前の数ヶ月間に1万4千人とも、2万人から5万人に上ったものと推測されている。この政策は、ワールドカップ予選と、ほぼ同時期に取り行われたもので、偶然によるものなのか、意図的なものなのかは定かではないが、結果として、両国間の国民感情を刺激し、 戦争へと発展する呼び水となった。移民の国外退去は強制的なもので、ホンジュラスのラマンチャブラバと呼ばれる極右組織や準軍事組織が関与し、残虐行為が行われた事例が報告された。これに対しエルサルバドルの新聞メディアは、ホンジュラスに対して徹底的な報復を求めるように政府に要求した。1970FIFA ワールドカップ、北。 中米、カリブ予選は史上最多となる12チームがエントリーして行われた。同地域ではメキシコ代表がワールドカップ本大会に連続出場するなど優勢を保っていたが970年大会は地元開催ということで予選を免除されていたため、それ以外のチームにとっては本大会出場の機会となった。エルサルバドル代表は スリノム代表とオランダ両アンティル代表を、ホンジュラス代表は、コスタリカ代表とジャマイカ代表をそれぞれ下して1次ラウンドを突破し、準決勝ラウンドで対戦することになった。第一戦は1969年6月8日に、ホンジュラスの首都テグシガルパで行われホンジュラス代表が、1-0と勝利したが、エルサルバドル代表が宿泊するホテルの周辺を、群衆が取り巻き、 中夜を問わず、爆竹や、クラクションや鳴り物を響かせ、相手を非難する歓声や口笛を鳴らし、建造物へ投石をするなどして、同チームを疲弊させていた。なお、こうしたサポーターによる行為は、両国間の関係や国民感情によるものだけでは、なく、ラテンアメリカ諸国では、状態的に行われている行為だった。一方、エルサルバドルでは、 熱狂的サッカーファンの18歳の女性が敗戦を、苦に、拳銃自殺を図る事件が発生。女性の葬儀には、大統領や大臣といった政府要人、エルサルバドル代表選手らが参列し葬儀の模様がテレビ中継をされるなど、国家的イベントの様相を呈した。第二戦は1週間後の6月15日に、エルサルバドルの首都サンサルバドルで行われたが、 ホンジュラス代表が宿泊したホテルの周辺では、第一戦と同様に群衆が周囲を取り巻き、自殺した女性の肖像を掲げ、相手チームを非難した。また、群衆は、ホテルの窓ガラスを破壊し、腐敗した卵やネズミの死骸などのお物を建物へと、投げ入れた。ホンジュラス代表選手の輸送は、エルサルバドル軍の装甲車によって行われていたため、 ボートによる襲撃を直接に受けることはなかったが、ホンジュラスから応援に駆けつけたホンジュラス代表、サーターは、ボートから殴るけるの暴行を受けるなど二人が死亡し、彼らの乗車していた自動車150台が放火される、被害を受けた。試合は3から0でエルサルバドルが勝利しい勝ぱ敗の成績で並び、プレーオフへと持ち込まれることになった。6月27日に、 メキシコの首都メキシコシティにあるエスタディオ・アステカで行われた最終戦は会場となったエスタディオ・アステカの収容人数を10万人から2万人に制限。試合の2日前から観戦のために訪れていた両国のサポーターをメインスタンドとバックスタンドに分離して入場させ、干渉地帯には催涙ガス銃を装備した機動隊員を配置させる。 といった、限界体制の中で取り行われた。試合は延長戦の末に、エルサルバドル代表が3の2で、ホンジュラス代表を下し、ハイチ代表との最終ラウンドへと進出した。エルサルバドル政府の発表によると、6月15日に行われた、ワールドカップ予選後に、ホンジュラスに在住するエルサルバドル移民が襲撃を受け、身の危険を危ぶんだ1万2千人近くの移民が、 エルサルバル領内へと避難する事態となった。エルサルバドル国民の間でホンジュラスとの国交断絶を求める声が高まると、エルサルバドル政府は6月23日に国家非常事態を宣言して予備役軍人を召集。3日後の6月26日夜に同政府は、ホンジュラスは同国に在住するエルサルバドル人を迫害しようとしているとの声明を発表し、 国交断絶を宣言した。ホンジュラス政府もこれを受けて6月27日にエルサルバドルとの国交を断絶し、国防上の対処を行うことを発表した。エルサルバドル外務省の発表によると、7月3日11時45分にの一機が、エルサルバドル北西部に位置するエルポイにある国境監視所を爆撃するなどして、同監視所の守備隊と交戦。その後、 戦国の爆撃機とは別のホンジュラス空軍の2機が同艦首相を襲撃したが機が迎撃してこれを退けた。また両国陸軍が国境を挟んで約20分間にわたって銃撃戦を行った。エルサルバドル外務省は米州機構に対しホンジュラスの行為を非難する書簡を送った。両国の衝突を受けて OAS は7月4日理事会を召集し、 今後の対応を協議した。7月9日、ホンジュラス政府の発表によると、が、ホンジュラス領内のインティブカ県にある村を襲撃し、地元の警官隊と衝突。12個の民家が焼き払われたが、死傷者はなかった。両軍による戦闘は7月3日に続いて2度目。7月12日、エルサルバドル陸軍の部隊が、 ホンジュラス領内に1 0 k m 進行した地点でと衝突。銃撃戦となり、エルサルバドル兵14人が戦死した。7月13日早朝、エルサルバドル政府の発表によると両軍は国境付近にあるエルポイで3時間にわたって交戦。ホンジュラス政府の発表によると、この戦闘により一般市民が負傷した。OAS 理事会では、 両国間の本格的な軍事的衝突を回避するため、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、ドミニカ、ニカラグア、グアテマラ、アメリカ合衆国の7カ国による平和維持団の派遣を決した。一方、同理事会において、ホンジュラス外相のフィデルデュロンは、エルサルバドル側の行為を非難したが、エルサルバドル側は、非難は、エルサルバドル人の大量追放を覆い隠す演幕に、 次が、我々は、動員体制にあるが、これは追放された同胞を守るためのものであると、応じた。7月14日、OAS を介して両国による外交交渉が行われる中、エルサルバドル空軍は、フィデル・サンチェス・エルナンデス大統領から、ホンジュラスの主要都市を攻撃するための直接命令を、受けた。本作戦は1961年以来、 ホンジュラス侵攻を目的に進められてきたヘラルド・バリオス大将計画を実行に移したもので戦略目標はホンジュラスに在住する自国民の身分保障と干渉地域の占領にあった。同日18時10分、エルサルバドル空軍の C-47、カイ -51D、FG-1D 51、カイ 4U コルセアのライセンス生産機で構成される。 少なくとも6機の編隊がテグシガルパ郊外のトンコンティン国際空港を爆撃。同空軍はこれと同時にホンジュラス領内にあるアマパラなどホンジュラスの主だった飛行場及び軍事施設十数箇所への爆撃を行った。なお、このエルサルバドル空軍による空爆は戦力で勝るホンジュラス空軍に対して先制攻撃を仕掛けることで 従来の軍事的バランスを覆す目的があったが、作戦は失敗した。エルサルバドル空軍による爆撃後、エルサルバドル陸軍は、西部、チャラテナンゴ県、東部の3方面から国境を越えて、ホンジュラス領内へと侵攻を開始した。これらの空と陸からの奇襲作戦は、第二次世界大戦時のナチスドイツや、第三次中東戦争時のイスラエルの事例が、 示すように双方の完璧な連携が行われた場合に効果を発揮するが、本作戦ではエルサルバドル側の望むような効果を得ることができず、その代償としてホンジュラス側に注意を喚起させる結果となった。7月15日朝、ホンジュラス空軍の T-28、回 4U、回 -51S など数機がエルサルバドル領内に侵入し、 サンサルバドル郊外にあるを爆撃。軍民共用飛行場である、同空港の滑走路や格納庫、一般利用客用の駐車場などが損害を受けた。この他に、ホンジュラス空軍機は、エルサルバドルの主要な港湾都市であるにある、コンビナートを攻撃。石油生成所は被害を受けなかったものの、貯蔵タンクが爆撃により、損害を受けた。また、 ラウニオン県にあるも爆撃され、17の貯蔵タンクのうち5つが破壊されたが、港自体の損害はなかった。航空戦力では2.5対1とホンジュラスが開戦前から優位に立ち、戦争を通じて制空権を維持していたが、これに対して地上戦力の面では両国境におよそ5000人前後の兵員を有し、アメリカ合衆国陸軍は、 第二次世界大戦の際に使用していた旧式の装備を身につけ、戦車や重角といった大型装備を持ち合わせるなど、表面上の明確な差異は存在しなかった。一方で組織力や戦闘能力といった面で、エルサルバドル陸軍が優位に立ち、戦争末期では、ホンジュラス最強の舞台とされる大統領防衛隊を撃破したと報じられるなど、地上においては、 エルサルバドル軍が攻勢を続けた。エルサルバドルの新聞は、エルサルバドル軍の進撃は誰にも止めることはできない。ラテンアメリカのイスラエルなどと、大見出しで報じるなこのまま進撃を続けて、ホンジュラス領内の都市を陥落させ首都テグシガルパに迫るものと考えられていた。ホンジュラス領内に侵攻していたエルサルバドル陸軍は、北部にあるエルポイから侵攻した部隊が、 同日中にを占領。このほか東部から進行した部隊が、太平洋岸にあるや、カリラヤを、チャラテナンゴ方面から進行した部隊が、北中部の国境線に沿って、といった街を占領するなど、旧式の H&KG3 自動小銃を、携帯する、不評部隊が、海戦から1日で、ホンジュラス領内の40平方キロメートルの地域を、占領した。一方で、 エルサルバドルの司令官が平坦問題に理解がなかったこと、ホンジュラス空軍により石油貯蔵タンクが攻撃された影響により国内の石油供給に支障をきたしたため、ルサルバドル陸軍でもガソリン不足に陥ったことにより進行の停止を余儀なくされた。7月16日、OAS が派遣した平和維持委員会は、ホンジュラス側がエルサルバドル軍が ホンジュラス領内から撤退するとの条件付けで、エルサルバドルとの停戦に応じることを承諾したと発表した。一方、エルサルバドル側は、停戦に応じる様子はなく、ホンジュラス軍に対し、降伏を選ぶか死を選ぶかと要求するなど強硬な姿勢を見せた。同日、ホンジュラス政府は、ラジオ放送を通じて、我が軍は、エルサルバドルの戦略拠点に対する空爆を、 継続中であるとの声明を発表。また、国民に対して、老若男女の区別なく、侵略者に対抗するために戦地に赴く準備をするようにと、義勇兵の参加を呼びかけた。こうした、両国間の情勢に対し国際連合の担当事務総長は、両国の外務大臣に、戦闘を中止し相互対話に応じるように要請した。7月17日、エルサルバドル政府は、 ホンジュラスに在住するエルサルバドル人に対する迫害行為を即座に停止させ、戦争前の現状に復帰させるという条件付けで停戦に応じることを承諾した。一方、ホンジュラス政府は、同陸軍がエルサルバドルとの国境を越えて領内に侵攻し、北部にある都市に迫りつつある、と発表。同時に、政府はエルサルバドル側の停戦に向けた、 非協力的な姿勢を批する声明を発表した。これに応じて、エルサルバドル軍もホンジュラス領内の三方面からの攻撃を再開させた。同日、地上目標に対する機銃装者の任務についていた、ホンジュラス空軍のフェルナンド・ソト・エンリケス隊員が操縦するカイ 4U-5 が、味方機からの要請を受けて、エルサルバドル空軍機と交戦。 エルサルバドル空軍の海 -51D1 機と FG-1D2 機を撃墜した。レシプロ戦闘機同士による世界史上最後の戦いと呼ばれる戦闘での戦火により外隊は少佐に昇進し、ホンジュラスの国民的英雄として扱われただけでなく、世界的な知名度を獲得した。7月18日朝、OAS のガロ・ブラサ事務総長は、 両政府関係者と OAS 平和維持委員会との間で約24時間にわたって行われた三者会談により戦争を終結させるための4項目からなる和平案について合意が立したと発表した。この和平案は以下の通りとなっている。OAS の発表によると両国は中米時間の7月18日22時から停戦に入り、 OAS に加盟する参加国で構成される監視団のもとで、両国軍を96時間以内に撤退させる予定となっていた。両国の停戦住宅により、それぞれの戦線では平穏な情勢を取り戻したが、一方で、エルサルバドルのエルナンデス大統領は、同日に国民に向けた放送において、占領地域からの撤退を拒絶する声明を発表した。 7月19日、エルサルバドル軍の広報官の発表によると、同国のエルナンデス大統領が、ホンジュラス領内に 17km 入った前線地域を視察中に、ホンジュラス軍から狙撃される事件が発生した。エルナンデス大統領に怪我はなかったものの、同広報官は、OAS の停戦命令に反するものだとして、ホンジュラス側を非難した。また、OAS の公式報告により、 エルサルバドル軍が停戦命令後もホンジュラス領内からの撤退を開始せず同領内の陣地をさらに前進させていることが明らかとなった7月21日朝エルサルバドル軍による停戦命令違反の報告を受けて OAS は緊急会議を召集 OAS から現地に派遣されたニカラグアのセビラサカサカン団長はエルサルバドル軍がこのまま撤退をで ホンジュラス領内に泊まった場合、OAS の規定に基づき同国に対する軍事的及び経済的な制裁措置を取ることも辞さないと警告した。一方、エルサルバドル陸軍は同日夜までにホンジュラス南部にあるバジェ県の県と中尾目を包囲し、首都テグシカルパと同地を結ぶ幹線道路を封鎖した。7月23日。 OAS の定めた96時間の撤退期限が失効したことを受け、ホンジュラス空軍の2機の爆撃機がエルサルバドル領内に侵入し、サンサルバドルにあるイロパンゴ国際空港と同地の北方 16km に位置するね、幅という村を爆撃。エルサルバドル軍の発表によると爆撃による被害は確認されなかった。7月29日。 OAS 外相会議の席上において、エルサルバドルの外務大臣は、紛争により占領した地域から撤兵することを発表。これを受けて OAS は、エルサルバドル軍の撤退期限を8月3日18時まで止めた。8月3日13時15分、OAS 顧問団の監視のもと、ホンジュラス南部のレンピーラ県にあるラビルトドで最後の撤兵が確認され、 撤退が完了した。この戦争により両国合わせて2000人が死亡し、2000から3000人、3000人、6000人とする資料も、ある4000人、または1万2000人が負傷した。犠牲者の多くは、ホンジュラスの農民であり、国境沿いに在住する農民の多くが、家や土地を失った。戦場から帰還したエルサルバドル軍の兵士たちは、国民から歓迎を受け、 エルナンデス大統領は国民的英雄と称えられた。一方、ホンジュラスから10万人とも6万人から13万人に上る移民が1969年の時点で労働人口の20%が失業状態にあるというエルサルバドル国内に引き上げたことで都市は失業者で溢れ返り戦争の相手国となったホンジュラスとの 関係悪化によりエルサルバドル製の工業製品は市場を失うなどそれまで抱えていた問題点が表面化した。また14家族と呼ばれる富裕層に富と権力が集中し国民の6割が低所得に抑えられているといった社会構造への不満から待遇改善を求める左翼系労働者によるストライキが頻発した。1972年に行われた 大統領選挙での現政権側の不正行為がきっかけとなり、反政府運動が活発化し、左翼ゲリラによる政府軍兵者への襲撃や外国系企業を対象とした身の白金目的の誘拐事件が多発し、これに対し軍部と右翼勢力が結びついた市の部隊によって左翼運動家への弾圧や暗殺が行われるなど、国内の治安状態は急速に悪化した。 1980年3月24日、国民の間で人気の高かったオスカル・ロメロ大司教が極右組織により暗殺されたことにより平和的解決の可能性は狭まり、左翼ゲリラはファラブンド・マルティ民族解放戦線を結成し、政府軍との本格的な内戦へと突入していった。中米で最も工業が発展し、 正常が不安定な中米諸国の中で最も安定した民主国家と呼ばれたエルサルバドルは内戦の激化により衰退した。約12年間にわたって続いた内戦による犠牲者は7万5000人に達し、経済的損失は約50億ドルに上ると推測されている。ホンジュラスでは戦後、ナショナリズムや国に対する誇りといった新しい価値観が生まれた。 数万人の労働者や農民が国家を守るため、武器を手に入れるために政府を訪れ、ナタなどで武装した数千人の一般市民が地方での警備業務に従事した。1970年代後半に入ると、中米諸国では大規模な内戦が相次ぎ、反共産主義を取るアメリカが主州国の軍事的支援もあり、対立が深まったが、ホンジュラスでは、 政治的に安定した状態が続いたこともあり、そうに巻き込まれることはなかった。1980年代に入ると、アメリカの中米介入のための軍事拠点としての役割を担うようになり、ニカラグアの反革命勢力、コントラの根拠地となった。また、隣国エルサルバドルで内戦が続く中、アメリカが中米諸国間の軍事バランスを理解することなく、 エルサルバドル政府軍の増強に関わったことから、反エルサルバドル感情や反米感情が高まった。戦争の影響により、両国間の貿易は完全に暗礁に乗り上げ、両国間の境界線が閉鎖されたことにより、交通網が遮断されるなど、両国の経済に深刻な影響を与えた。また、両国が加盟していた中米共同市場は、こうした問題や、もともと存在した。 加盟国間の経済格差の問題などもあり、1970年代に入るとその役割を大きく交代させた。一方、米州機構の調停による停戦後も散発的な戦闘が行われた。1976年7月、エルサルバドル軍がホンジュラス領内に侵攻したため、両国は再び OAS に調停を依頼した。同年8月に、両政府は、 非武装地帯の設置に合意すると、同年10月に仲裁協定に上院、翌1977年8月に和解が成立した。1969年7月、ワールドカップ予選において敗れた川のホンジュラスサッカー。連盟は、第3戦に出場したエルサルバドル代表の2選手が1年、前に出場停止処分を受け、処分中であるにもかかわらず試合に出場したとして、 国際サッカー連盟に対し第3戦の試合結果を無効とするように提訴した。なお、この提訴についての FIFA の最低の結果は定かではない。エルサルバドル代表とハイチ代表とのワールドカップ予選最終ラウンドは1勝1敗の成績でプレーオフへと持ち込まれた。同年10月8日にジャマイカの首都キングストンで行われたプレーオフは 両チーム無得点のまま延長戦に持ち込まれたが、エルサルバドル代表のが決勝点を決め、1から0でハイチ代表を下し、ワールドカップ初出場を果たした。エルサルバドル代表は、翌1970年6月に行われた本大会のグループリーグでは、ベルギー代表、メキシコ代表、ソビエト連邦代表と同じ組み合わせとなったが、参戦全敗で敗退した。 エルサルバドル代表とホンジュラス代表は同年に行われたに参加し、前者はトリニダード・トバゴ代表と後者はオランダ領アンティル代表と対戦する予定となっていたが、戦争の影響により失格となった。2年後の1971年に行われたでは、両国は二次予選で対戦する予定となっていたが、エルサルバドル代表がサッカー戦争を理由に試合を辞退したため、 ホンジュラス代表が本大会へ進出した。両国関係の修復には10年以上の歳月を要した。ペルーの元大統領の仲介により、両国の接近が図られ、1980年10月30日に、ペルー首都リマデプスタマンテ元大統領の立ち会いの、元で両国の外務大臣が席し、平和条約の調印式が行われ、11年ぶりに国交を回復した。 この平和条約調印の背景には、エルサルバドル内戦における左翼ゲリラの根拠地が、総面積420平方キロメートルに上る、国境未確定域に存在するため、エルサルバドル政府が、左翼ゲリラ相当のために、ホンジュラス政府の協力を必要としていたとも、国境地域が左翼ゲリラの根拠地となっていたことを有料した、アメリカ合衆国政府双方に圧力をかけたためだとも言われる。 内戦の激化により、エルサルバドルからホンジュラスへと流入した難民の数は2万人に上った。1989年にエルサルバドルのが大統領に就任すると両国間で難民の帰国交渉が始まり、同年末までの段階的な難民帰国計画が決定した。1992年1月2日、7万5000人に、 及ぶ死者と100万人とも推測される亡命者を出したエルサルバドル内戦は国際連合の仲介により和平の合意に達し同年2月1日に公式に停戦した合意文書の内容は2月1日から10月末にかけて政府軍と FMLN の双方が段階的に武装解除を行う政府軍は原有兵力の5万3千人を半数にまで削減し過去に 人権侵害に関わった人物を追放するタイゲリラ九州部隊国家警察などを解体し文民監視による市民警察を設立し治安維持に従事するなどの内容となっているサッカー戦争の主因の一つである国境問題に関しては1980年に調印された平和条約において60%の国境戦に関しては合意に達し 残りの国境線に関しては両国による合同委員会を設立し5年を目に結論を出すことになった。1986年国境問題はペルーのフアンベラスコ・アルバラード大統領の立ち会いの下でオランダハーグにある国際司法裁判所に委託された。国際司法裁判所は1992年9月11日に新たな国境線の案を提示し、 両国はこれを受け入れることを表明したが、確定作業は難航した。2006年4月18日、両国の国境地帯に位置する町で式典が開催され、出席したエルサルバドル大統領、アントニオ・サカとホンジュラス大統領、マヌエル・セラヤは、国境 1375km を確定する文書に署名した。これにより、国境問題は終結した。 1980年11月に行われた 1982FIFA ワールドカップ予選で両国の12年ぶりの国際試合が実現し試合は2から1でエルサルバドルが勝利した両国は共に地区予選を勝ち抜き2年後の1982年中米諸国を巻き込んだ中米紛争の最中に揃ってワールドカップに出場した楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。